それは勝利と敗北、情熱と感動の舞台。しかし、時にはその舞台裏に不穏な空気が漂うこともある。最近、ある事件が野球界を騒がせている。それは、西武ライオンズ大福岡ソフトバンクホークスの試合後に起こった出来事だ。4月13日、西武ドームではソフトバンクが圧勝し、その試合後に投稿された写真が SNS を駆け巡った。 その写真には山川穂高選手のユニフォームがゴミ箱に捨てられている様子が写っていたこれはどういうことだろうか試合の勝敗以上にこの行為が問題視されるべきである山川穂高彼は日本野球界でも有数の名選手であり2023年の WBC での優勝メンバーでもあるしかし彼の野球人生は波乱万丈であった 2022年、彼は知人女性に対する強制はいせつ行為の疑いをかけられ、その後不起訴となったものの、西武ライオンズから無期限の公式試合出場停止処分を受けた。その後、彼はソフトバンクホークスに移籍し、古巣である西武を離れた。この事件は山川のみならず、西武ンにとっても大きなショックであった。彼は西部の象徴であり 背番号33を背負ってチームを牽引してきた。だが、スキャンダルと球団を裏切った彼に対する失望は計り知れないものだった。捨てられたユニフォームの写真が SNS を通じて拡散されると、野球ファンの間で大きな議論が巻き起こった。一部のファンは山川の行為に激怒し、その怒りを示すためにユニフォームを捨てたのではないかと推測された。しかしながら、 この行為には賛否両論があった一部のファンは山川を支持し彼を失望させる行為は許されないと主張した一方で彼の行為に対する怒りや失望から彼のユニフォームを捨てることで自分の思いを表現したとする声もあった第三章西部広報につくファンの行為への対応策はあるのかこのような事態に対して 西武ライオンズの球団広報にはどのような対応があるのだろうか、我々はその答えを探るべく、彼らに直接問い合わせた。彼らの回答は明快だった。彼らは観客に対してルールとマナーを守るよう呼びかけ、野球観戦を快適に楽しんでもらうことを優先しているという。捨てられたユニフォームについての具体的な対応については言及しなかったが、 彼らの公式の回答としては、これ以上のコメントはないとのことだった。山川穂高のユニフォームがゴミ箱に捨てられた事件は、野球界におけるファンの行動が問題視される時代の一端を示している。選手に対する熱狂と愛情は素晴らしいものだが、その行き過ぎた行為は時に深刻な問題を引き起こすこともある。我々は野球ファンとして感情を抑え、 冷静な判断を行うことが重要である。選手や球団に対する批判や失望はあっても、それを行動に移すことで他者や自身を傷つけることは避けるべきである。野球はスポーツであり、楽しむことが目的である。その精神を忘れず、今後も野球を楽しみ、支えていくことが求められるのではないだろうか。